山田明人は日本のラグビーユニオン選手である。福岡県北九州市出身。ラグビー日本代表、7人制日本代表、U19、U23 日本代表、日本選抜。現在は NTT コミュニケーションズシャイニングアークスに所属。ポジションはウィングフルバック。身長181センチメートル、体重90キログラム。5歳から、 YMCA ラグビースクールでラグビーをはじめ、鞘が谷ラグビースクール小倉高校を経て、慶応義塾大学総合政策学部に進学。高校では1年からレギュラーである U17 に選ばれ、大学では1年から試合に出場し U19 日本代表にも選出された。2年の夏からオーストラリアに留学し、ラグビー経験を積んだ後、3年の春には、 u 通産日本代表に選出、その年の秋の対抗戦からチームに復帰。以降、境内の中心選手として活躍し4年生には大学選手権で準優勝した。2008年5月、当時トップウエスト A のホンダヒートとプロ契約。同年7月10日、日仏150周年記念試合となった日本選抜、X フランス大学選抜に、ウィングとしてフル出場。 2010年1月7日放送のスポーツマンナンバーワン決定戦の飛び箱公式記録会でラグビー記録体の18段を記録した。2010年にパナソニックワイルドナイツにプロ契約し移籍した。2012年アメリカンフットボール X リーグのジマサガミハライズの一員として周期リーグに出場。X リーグでは NFL 経験者であっても プロ契約を認めていない、関係上、アマチュア契約となっている。背番号は、ラグビーの WTB に相当する11番であった。当初は、パナソニックインパルス入りを検討していたが、規定により、実現しなかった。ポジションは RB だが、チームでは、スペシャルチームのリターナー限定でプレーしている。2012シーズンは、ファーストステージのみの3試合に出場し、 セカンドステージ以降は、ラグビー日本代表合宿に参加したため、出場せず、アメリカンフットボールはこの年限りとなり、の島相模原ライズを退団。トップリーグ2012から13シーズン、開幕7戦連続トライの新記録を達成し、11月に行われる日本代表の欧州遠征メンバーに選出された。2013年11月15日、欧州遠征における、 ロシア戦で後半28分から途中出場し代表初キャップを獲得する。2014年2月、地元北九州市からスポーツ大使を移植された。2015年ホースに加入。また同年8月にはラグビーワールドカップ2015の日本代表に選ばれる。迎えたワールドカップの予選リーグプール B での第3戦サモアとの試合で、 ウィングとして先発出場。前半終了間際にワールドカップでの初トライを決めた。2018年9月、トップリーグリーグ1100試合出場達成。2019年、NTT コミュニケーションズシャイニングアークスに加入。また、同年8月、リオンウニ、レンタル移籍した。2021年、シアトルシーウルブズに加入。パナソニックのチームメイト、 小玉健太郎は同じラグビースクール、高校、大学の後輩である。妻はモデルの山田ローラ。2016年9月22日に男児と女児の双子が誕生。2020年9月30日に次女が誕生。ありがとうございます。